皆さんこんにちは。星空写真家タイムラプスクリエイターの成沢博之でございます。先日ですね、スタジオグラフィックスさんというところで開催したタイムラプス撮影セミナー全4回ですね、はい、行いました。まずはそのセミナーにですねご参加いただいた方どうもありがとうございました。またこういったセミナーを行うと思いますんで、まあ次回やるときはちょっと内容を変えると思いますけどね、またご参加いただければなと思うんですけども、さて今日はですね、そのセミナーの中でいろんなことをお話しさせていただいたんですけど、やっぱりこれ話しきれなかったことって結構あるんですよ。でそのセミナーではダヴィンチリゾルブっていうですね動画編集ソフトを推奨させていただいて、そのダヴィンチリゾルブを使った動画編集っていうのを触れました。ダヴィンチリゾルブは動画編集用のソフトウェア、カラーグレーディングの動画用のカラーグレーディング、まあ、色調整ですよね、をするのにすごく適したソフトウェアで、無料から、多彩な機能が使えるっていうことで、まあ、最初からお金払ってるんじゃなくて、そのダヴィンチリゾルブの無料版を作って動画編集をとりあえずタイムラプスの動画の、作品作りをやってみましょうというふうにやったんですが、その中で1個あこれ説明しておけばよかったなっていうのがあったので、今日はねそれをご紹介したいと思います。それがですね、ダヴィンチリゾルブ、まあ、プレミアとかエデュースとかね、ファイナルカットとかいろいろありますけども、どの動画編集ソフトもショートカットキーですねを覚えておくとすごく動画編集がサクサク進むんですよ。今日はダヴィンチリゾルブをベースにしてですね、タイムラプスの作品作り、動画編集の作品作りですね、をするときに便利なショートカット集っていうのをご紹介したいと思います。ついでにですね、ダヴィンチリゾルブの最新アップデートによってタイムラプス動画をダヴィンチリゾルブでは作れたんですけども、その作り方もちょっと変わったところがあったので、そこも触れたいと思います。それでは行ってみましょう。はい、じゃあ今日こんな感じでやってみたいと思います。でですね、私のパソコン、これ MacBook Pro なんですけどね、この英字キーボードなんですよ。日本語表記じゃないので、ちょっとそこがね、もしかしたら若干位置が変わってくることがあるかもしれませんが、これでいきたいと思いますんで、そこ注意でよろしくお願いします。まず、これね、ダヴィンチリゾルブの 17.4.2 なんですけども、以前にもダヴィンチリゾルブを使ったタイムラプス動画の撮影方法じゃねえや、タイムラプス動画の作り方っていうのをやったんですけど、なんかね仕様変わったみたいなんですよ。そこからお伝えしたいと思います。まずメディアページを開きます。まずメディアページを開きます。で、まあ、今回あのダヴィンチリゾルブのソフトのちょっと細かいところとかもうすっ飛ばしていきますんでね、そこご了承ください。以前はここから例えばこういうふうに読み込むと、まあ、この時点で、なんていうか、こう、連番ね、1、2、3、4、5、6ってこうやって、ファイル名が振ってあれば、連番のシーケンスファイル、そのタイムラプス動画っていうふうに認識してくれてたんですけど、なんかね、認識してくれなくなっちゃったんですね。これね、スタジオグラフィックスさんのセミナーでこれが起こって、え?ってなったんですけど、あの、なんかね、仕様が変わったんだって。で、解決策が、ここの点々点あるじゃないですか。これをピコッと押しまして、そうするとフレームディスプレイモードっていうのがあるんですよ。これオートとインディビデュアルとシーケンスってあります。で、インディビデュアルはこの1枚1枚として認識するってことで、シーケンスは連番ファイルとして認識するってことです。で、これにチェックを入れると。いうふうにすると、これがタイムラプス動画として認識されるようになります。これもこのままタイムラプス動画になってるんですけどね。ちょっとデータが重たいんでカクカクしてますけど、はい、タイムラプス動画が例えばカメラの中でね、作る機能がないとかっていう人はこうやって写真を読み込んでダヴィンチリゾルブで動画にするっていうことができるんですけど、その時のまあ読み込みの仕方がね、こういうふうに読み込みますよという感じで、はい、まずこれ一つお伝えしておきます。でですね、ここからショートカット、入っていきます。はい、でですね、まず A で選択モード、こうやって選択できます。で、B でブレードモードですね。
でこれ拡大します。ブレードモード、ここでちょん切りたいよっていうような感じの時ですね、ブレードモードになります。はい、この A と B で、選択ブレード、カットしてちょん切れるっていうのが変わってきますね。このまず A と B ですね。で次に一コマずつ進む時はこの矢印で押せますよと。でそれからオプション押しながら、この動画 C クリップを選択して上にずらすとコピーができます。コピーしたものを例えば1コマずらしたい時っていうのがあるんですけども、これ上と下のクリップは同じものなんですけど、上のやつだけちょっと1個ずらしたいという時はこのコンマ押すと1文字1個ずれます。こうやってこれなんかずらしてね、比較名合成したい時とか野鳥鳥の影を消すとかっていう時に使ったりするんですけど、オルト、オプションを押して、マウスのこうスクロールとかねを押すと、まあこれ Mac のトラックパッドなんでここ2本指でこういきますけど、こうするとこの尺がね変わります。もっと大きい尺で見たい時とか少ない時とかあるじゃないですか。それにこうやって普通はここでこう伸ばしたり縮めせたりするんですけど、ちょっとめんどくさいのでこのオルトオプションを押しながらこう尺を変えるっていうのができます。はい、で次がですね、ここにあるのが今私がインストールした音楽なんですけど、ちょっと聞いてみましょうか。ちょっとわかりやすく、ちょっとわかりやすく短くしますよ。 B でブレードモードね。でここ、あ、ここのスペース選択してこうやってデリート押すとこれ詰まりますからね。はい、まあ、こういう音楽なんですけど、この音楽に合わせてこう動画を切り張りしていくわけですよ。でこの時にでもこう大事なのは拍なんですよね。えいえいえいとか、あと今リズムで撮っちゃったけど、あ違う違う、頭でいくとこうか。これで動画切り替わったらかっこいいわけですよね。でこう音楽聴きながら実際こう尺を合わせていくんですけども、まずこの尺の合わせ方なんですけども、これすごい長いじゃないですか。もっと短くギュッとしたいという時にコマンド R かなって押すと、これ速度変更っていうグラフが出てきます。でこの端に寄ってくと、この速度変更って書いてあるこの帯ですね、ここの右に行くとこういう矢印で行くんですよ。これ下に下げたらまた違うやつになっちゃうんで気をつけてください。でここの上の方に持ってってこの矢印になった時にこういう風に短くしていくと早送りになります。今ここにで 208% 出てきましたね。で例えばこう、ここまでの動画にしたいというふうにすると、この今のコマンド R を押したこのクリップでここにカーソルを持ってってクリックしたまま短くするとっていうふうにすると、あんだけ長かったクリップが今 481% 早送りになりました。すごいですね、というようなことができます。これこれ以外のやり方もあるんですけど、こっちの右側にね、このインスペクターっていうところをクリックすると出てくるんですけど、ここの中に速度変更っていうのがありますから、文字をクリックするとこ出てきます。で、これで同じような作業がこうできるんですけども、まあ、そうは言ってももっと直感的にやりたいんで、このコマンド R、多分コントロール R かな、Windows は。これでこの上の方のカーソルで自由にこう直感的に操作ができますよと。もともとはねこういうすんごい長い動画だったわけですよ。これ30秒ぐらいある動画だったんですよね。
で、まあ、こんなに長く見せたくないっていう時に使うテクニックですね。で、次はですね、この音楽に合わせてクリップを切り貼りしていく時に有効なテクニックなんですけど、マーカーっていうやつです。 M を押していきます。まあ、この再このスペースキーでね、再生するんですけど、再生した時に M を押していくと、なんだ、マーカーが打たれていって、そこに合わせて、まあ、動画の縮尺をこう当てはめやすくなっていくんですね。やってみましょう。えい。もっと細かくやりたいなと思ったら、こういうふうに、まあ、リズムゲームみたいなものですよね。で、こうやって印つけとけば、あとはこう動画をね、はめていくときに、コマンド R を押して、最初のクリップはこの長さでいいなと。で、次のクリップは、あ、この辺の長さにしとこうかな。で、次のクリップは、これかな、次のクリップもこのぐらいにしとこうかなみたいな感じでできるわけですよ。そうすると、あ、ここなんかスペース隙間がありますね。えい、爪。そうすると、あ、切り替えると間違えましたね。まあ、こうやって自分の切り替えたいタイミングで、音楽を追加できるということですね。で、今間違ったので、私間違ってこう裏でやっちゃったんですね。で、これマーカーはこうやって消せますから、こういう感じで消せますん で、 でもう一回ちょっと頭から裏じゃ、今裏のリズムでやっちゃったんで、なんと、こうですね。こうやったら、あ、この、あ、こいつはここでいいのねと、こいつはここでいいのねと、で、こいつはもうちょっと長くしましょうかみたいな感じでね。はい。こうすると、まあ、早送りすれば切ることなく、余すとこなく、こうクリップが全部使えるってことですね。あ、こうやって音楽に合わせて変わるでしょ。ということですね。まあ、こういうテクニックがありますので、で、この今の画像なんですけど、このちっちゃい枠じゃなくて大きい枠で見たいってなるじゃないですか。コマンド F、だからコントロール F ですね、 Windows は。で、この全画面表示で見ることができます。これね、なぜかね、プレミアとかはね、この全画面表示のショートカットがないんだよね。ダヴィンチは一発で出てくるんですけどね。はい、というのがあります。またコマンド F で戻れます。はい。ちなみに今コマンド F でこう全画面表示できましたけど、 P でもできます。 P でいいですね。はい。で、スペースキーでこう音楽の再生っていうのができますけども、実は L でもできます。あ、なんか今カクカクしましたね。で、 K でストップ、 J で巻き戻しっていうんですか、逆再生ができます。はい、これもなんか細かい設定するときに楽ちんですね。まあ、コマンド Z で戻る、あ、間違っちゃったと思ったらコマンドシフト Z で元に戻れます。はい。で、あとこのクリップがあるじゃないですか。クリップが、このクリップもうちょっと太くしたいときはシフトを押して、スクロール、まあ、あのマウスのクリクリでもいいですけど、押すとこう大きさが変わります。なので、このクリップどんなんだっけっていうのがこれで見れるわけですね。はい。こう今こういうふうになんかタイムラインがあって、こうなんかうまいこと調整できないなみたいな感じで、こうオプションをしながらこうスクロールしたりしましたけど、シフト Z でこの一番長いこのタイムラインに合わせた縮尺に変えてくれます。だからこれがもっと短いと、シフト Z を押したらこの一番長いのに合わせた長さになるってことですね。だからこうオプションを押してクリクリとやって大きくしちゃった、あ、全体見たいなと思ったらシフト Z を押すと、またこういう風に全体感が見えるような尺に変わります。またこの
コマンド、Windows はコントロールですね。コマンドを押しながらプラスでこういうふうに大きくもできますし、マイナスにもできますっていう感じですね。だから、オプションを押してをスクロールでもできるし、コマンドを押してプラスマイナスでもできるし、それからシフト Z で尺を合わせることができるっていう、まあこの、3つのショートカットができます。あとこの動画がね、まあ、今もたまにこうカクカクしちゃいましたけど、ちょっと動画重たいなと思ったら、編集時だけその軽いファイルを作るっていうことができます。ここで右クリックを押すと最適化メディアを生成っていうのがあります。でこの最適化メディアを生成っていうのを作ると、もともと重たいデータだったとしても、この動画編集の時だけこの動画編集に差し支えない画質のものに軽いデータに変えてくれると。で書き出す時は大きいデータで書き出せますよということができます。まあ、これちょっと最適化メディア作るのに時間かかるんですが、こうエフェクトとかどんどんかけていくと、なかなかねこの動作が重たくなったりしてくるので、そんな時にこの最適化メディアを生成して、動画編集をすればサクサク編集ができるようになります。まあ、パソコンのスペックがちょっと足りないとか、まあ、4K から 8K になった時に 8K タイムラプスで回す時にさすがにちょっと厳しいなっていうことがあると思うので、そういう時はこの最適化メディアを使うとサクサク動画編集ができると思います。はい、終わりましたね。でこれで、はい、止まりません。ピー、止まりません。今カクンって言ったのは気にしないでください。ブレたんでしょうね。はい、ということで、こんな感じでですね、動画編集覚えていくとすごい楽ちんのサクサクと動画編集ができると思いますので、こういうことをやりながら、タイムラプス動画を作ってみてください。はい、ありがとうございました。以上でございます。この動画編集のショートカットですね、ダヴィンチリゾルブ以外もプレミアでもファイナルカットでも同じような設定がショートカットがあります。だから、まあ、これと同じショートカットどうやってやればいいのかなっていうのを検索してやっていただけると、基本的に他の編集ソフトを使っている方もですね、同様にサクサクと動画編集が進むと思いますので、タイムラプスの作品作りにぜひ活かしてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ。したっけねー。